高橋守は、日本の台湾総督府、大倉官僚、政治家、参議院議員、経済企画長長官。福井県武雄市出身、高橋茂平の長男として生まれる。武雄中学、第四高等学校を経て、1927年3月、東京帝国大学経済学部経済学科を卒業。 1926年11月、高等試験行政化試験に合格。1927年4月、台湾総督付属となり財務局に配属。新築州内務部教育課長、総督官房審議室、県台湾総督府秘書官などを歴任。1937年3月から1939年2月まで、欧米各国に出張した。 1939年7月、台湾総督府財務局主計課長に就任。太平洋戦争を迎え、1942年11月から、翌年10月まで海軍ボルネオ民政部、タラカン支部長を務める。その後、台湾総督府財務局長を経て、台北州知事として終戦を迎えた。戦後、 1946年6月、大倉事務官に展示神戸税官庁心得に就任。広島財務局長を経て、1949年6月に、初代国税庁長官に就任し、シャウプ勧告による税制改革を実施した。1952年12月に退官。1953年4月、第3回参議院議員通常選挙の全国区に、 自由党から出馬し初当選。その後、福井地方区に展示第5回、第7回参議院議員通常選挙で再選され3期、務めた。1971年6月の第9回参議院議員通常選挙に出馬したが、落選。参議院議員としては、3人自由民主党、国会対策委員長などを務める。また、 第二次元内閣の農林政務次官、第一次、佐藤内閣と、第三次池田内閣の国務大臣、経済企画庁長,長官に就任した。その他、日本税理士連合会会長、日本学協会の設立準備委員会幹事、竹尾共友会理事長を務めた。1986年4月26日死去、去年83。ありがとうございます。